カンギミカドは、元朝の、第八代皇帝。イミ名は、元福陽、後に、元福名と改めた。元朝がフランスにより、ベトナムの支配権を奪われつつある中で、抵抗運動を展開し、全近代における、反仏抵抗運動の象徴的存在となった。陽名を含明といい、元朝第四代、首都区帝のおいであった。年に、 死得定がなくなると、幾徳御門、共和帝、憲服御門といった皇帝たちが立て続けに献身に、擁立されては、廃位されるといった状況が続いた。フォックミンは、原文省及び、御子と出説により1884年に、第八代皇帝として即位させられたが、この1884年は、第二次笛条約が締結、ベトナム全土が三分割され南部は、 フランスの直轄領、北部も保護領となり、現庁が、過労じて支配できるのは、中部の保護国部分のみとなった都市であった。官義三は、翌年7月5日に、王と笛に駐留していたフランス軍を、御事出説と共に突如攻撃し、笛を脱出、安南山脈の奥地へと潜伏し、地方の在地知識人に、降伏金農大放棄の撃を発し、 フランスへの徹底抗戦を訴えた。フランスは直ちに兄の同系カドを立て、ギミカドに基準を呼びかけた。ギミカドはこれに従わず、農村を転々として、ゲリーラ軍の指導に当たり抵抗を続けたが、1888年11月に、クー・アンチ山中にいて、部下の密告により、フランス軍に捕らえられた。その後、同年11月に、 北アフリカのフランス領アルジェリアに配慮されることが決まり、翌1889年1月にアルジェに到着した。アルジェでは現地総督から郊外に屋敷が与えられ、年間2万5000フランの生活費が支給された。1904年には現地でフランス人女性と結婚し、産事を設けた。1944年に胃がんのため、 アルジェ近郊の邸宅で死去した。バンタンのこと。漢字表記は、分身。全近代ベトナムにおける、損落ない知識人層であり、中央政府と地位的、人的につながりを持ち実質的な行政の権能を握っていたが、第二次笛条約で、フランスがベトナムの主権を奪ったことで、村内権力の基盤が崩されることを恐れていた。マメ変に、 歴ハット ABCDFG 桜井弓夫ハムギ世界大百科事典平凡社2000年第二版桜井弓バン万端世界大百科事典平凡社2000年第二版ありがとうございます